さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて終わるまで終われませんということで、デールですね、チップ&デール、デールと一緒に攻撃消せる高得点チップが出るよということで、まあチップとデールといえばね、やっぱり出てくるのはメインがドナルドのお話だったりしますよね。でもそのドナルドがね、なんかこうね、いつもこう最初にチップとデールにね、いろいろとこういたずらと言いますか、ちょっと嫌がらせを仕掛けてね、で最後は二人の結束力によって、逆に返り討ちにされてしまうっていう、まあオチの話が多かったりするんですけど、まあ結構そのなんていうんですかね、あれみたいな感じですよね。トムとジェリー仲良く喧嘩のやつですよね。はい、中途半端なところで見てもちょっとムズムズするでしょう。シナは、ね、皆さんもぜひ歌ってみてください。これ覚えてないんですけど、チップの方は逆パターンに、縦になるんでしたっけ確か。はい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 。あ、意外とすぐに消してくれますね。なるほどなるほど、いい感じ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 。くる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 。ちょっとね、なんかさりげなくスキルがマックスでしたからね。でしかも高得点ですからね。あ、意外とあれですね、ハピネスツムなのに100万点を軽く超えてくれるような感じですね。へえ、いい感じいい感じ。よいしょよいしょよいしょ。ほい。ただこれあれですね、消えてる時間がこうちょっと待ち時間になるのはもったいない気がしますね。なるほどな。時々こうビンゴのやつで、なんていうんですかね、ハピネスツムを使って何点取りましょうとかっていうスキルチャレンジのやつがありました。あれね、僕ね、下手くそだから全然できてないんですけど、まあ、それでやるんだったら、まあ、ミッキーとかを使うよりも、まあ、このチップさん、デールさん使う方が、もしかしたら、意外と高得点が狙えたりするかもしれないですね。ハピネスツムでね、まあ、400個、500個のツム消せるってなったら、まあまあ、優秀なんじゃないですかね。はい、ということで、デールのツムはですね、相方チップを横向きに呼んでくる、どんぐり転がしながら呼ぶというそんなスキルでございました。ということでまた次回。では。